マルハバーン。はい、ということで本日もやっていきましょう。いくら。はい、でですね、本動画はですね、本動画のビジョン、こちらがですね、スーパースター X、 スーパースターエキストラを最終目標、まあ最終のターゲットとしてね、やってるんですけど、その前にスーパープレイヤーが、スーパースターがあって、で、今トッププレイヤーなんですけど、まあ、そのトッププレイヤーもね、今半分が過ぎたところです。というのも、トッププレイヤーの中には、さらにね、ディビジョンがあって、それをどんどん、昇格させていかないと、次のステージみたいな感じかな。そのトッププレイヤーからスーパースターになるにはね。これをね、今、やってるんですけど、まあ、この紫色のね、パープル、ここを目指していってるという感じです。で、今は、ここのトッププレイヤー、ディビジョン11。でですね、今シーズンは、まあ、79年目になりました。前回の動画でですね。なので、まあ、インターナショナルリーグ、まあ、このね、これを昇格させるには、インターナショナルリーグで、まあ、3位以内に入らないといけないと。ただし、まあ、今回はですね、ドメスティックリーグって言って、まあ、通常のね、例えばリーガ・エスパニョーラだったり、リーグ・アンだったり、プレミアリーグ、まあ本当に、実際にあるリーグで、でしかも、そう実際にあるチームと戦っていくっていうようなね、まあ言ってしまえば全部コンピューターです。ただそのコンピューターも、強いですね。というのも自分のその総合値レベルに合わせた能力になってるんで、コンピューターだからといって弱いというわけではなく、まあ自分の、総合値に追随するような、そういう風になってますと。でやっぱりね、今回リーガーなんでやっぱり結構厳しい相手ではあります。とは言ってもね、ね、もう名だたるチーム、アトレティコ、レアル・マドリード、シー・バルセロナ、まあ、だから絶対的なチームっていうのがいないわけであって、結構意外とね、勝ったり負けたり、強豪チームでも勝ったり負けたりするのかなと、そこをね、あえて突っ込みに行くっていうような、まあ戦略ですよ。はい、なので、今回は、優勝を今年こそは狙ってね、行きたいなと。まだこの動画配信して優勝はしてないよね。優勝はしてない。確か77年目から始めたから、そう、優勝はしてないんですよ。残念ながら。じゃあ早速ね、今シーズン始まって、まあ2週目。これ2週目だったよね。スケジュール確認した、2週目。ってことで、まあ1試合ですね。はい、1試合やっていきましょう。705って言ったらあんまり強くないな。けどまあここをねしっかり、収めてというか、まあものにしてね、いければなというふうに思います。ということで、そっか、やっぱりあれが引き継がれてるのか。で、ボナベン入れていいね。ボナベン入れて。で、香川のパールでーす。ドラクスラー。ただ、そうだね、ロマニオーリじゃダメだな。うお、
あ、で、クリステンセン、クリステンセン。で、ニコラ・ペペ、ニコラ・ペペ。こんな感じかな、こんな感じで。で、とりあえずロマニオリ、ルーカス・レイバ、うん、香川、ニコラ・ペペ、ドグラス・コスタ。あー、まあこんな感じかな。で、ニコラ・ペペを入れていきましょうと、今回は。で、フェリックス、ルイス・アルベルト、香川、香川、入れていきます。いや、パールデスって強くなったかな。90、殿堂入り更新しないといけないよね、多分。おそらく。そうしないと、殿堂入り更新しないと、おそらく、どうだかな。まあ、ルイス・アルベルト、バーディーとルイス・アルベルト入れ替えてもいいかもね。ちょっとこれ初だけどやってみようかな。でもな、ルイス・アルベルトのセカンドトップって想像できないな。真ん中に置くんだよ。真ん中に置くってなんか想像できないな。ルイス・アルベルト。まあいいや、これでやってみよう。ちょっとどういう風になるか。ちょっと初だね。ルイス・アルベルトを、まあセンターフォワードじゃないけど、ここのセカンドトップに置くのは初だ。初の試み。これもね、もしかしたら何かしらの開拓になるかもしれないから、ちょっとまあ、遊び心も含めたことをやっていこうかなと思います。はい。で、キャプテンはニコラ・ペペでいきますよと。で、今98。とは言いつつも35歳と。35歳で98は強すぎでしょ。じゃあこれでやっていきましょう。タイム。まあこんな感じだよね。オッケーオッケー。はい、どんな試合を見せてくれるのでしょうか。まあね、ここは結構楽しみなところではあるね。デベロップメントタイプレートブルーマーブルーマーブルーマーイエローブルーダッサンと。いやー、このチームには勝つぞ。そこなんて言うんだ、カディズとかいうチームなかったような気がするけど、まああんまりふざけすぎた戦術は出さないようにね。まあね、400、総合値400のチームに1点選べたらそれはちょっとビビるよね。だからまあちょっとね、ベターにというか。おお、そんなパスする、そんなところまで下げちゃうんだ。ポゼッションサッカーですね。ポゼッションサッカーですよ。いいですね、いいですね。前回ちょっと長友がダメだったからね。長友が調子が悪かった。ボールかぶるっていうね、クリアできずに、そしてメッシが持ってっていうような。いいよ。で、香川がボナベンチュラ、ボナベンチュラから切り込んでいけるか、ウェルベックから出す。それはちょっと無理があるね。ちょっとそれは無茶をした。はい、ここでどうする、どうする。さあカット、よし、そこ拾ってカウンター行きたいところだけどね。まあ、カウンターはちょっとせずに。アルベルト。おお、いいね。ニコラ・ペペ。ニコラ・ペペ。おお、いいパス。いいパス。はい、シュート。うわえ、これ、ルイス・アルベルトがアシストしたってことでいいんかな。で、ニコラ・ペペが最後、フィニッシャー。え、ルイス・アルベルトは触ったのか。
シュートせずにパスをした。そんなことするんだ。なるほど。自分ではシュート力が、おお、パスだなこれ、マジでやっば。さすがだね。まあ、自分ではヘディング威力はないと思ったから、普通だったらシュートなんだけど、まあ、パスで、確実を狙ったという感じかな。いやー、トリッキーだね。なかなか素晴らしい、素晴らしい。ボナフェンチュラもね、いいんだけどね。うわ、すっげえカーブしたね、今。はい、ニコラ・ペペ。うわー、ニコラ・ペペ。ニコラ・ペペね、結構やっぱ強くはなってないんだけどね、まあトレーニングしながら。まあでも、ニコラ・ペペもね、フェルナンド・トーレスは最高、全盛期で101だったから、で、ニコラ・ペペは多分、ニコラ・ペペも、ホール・オブ・フェイムを見れば、101なんだけど、多分103ぐらいまで行ってんだよね。うまーい。あ、まあ、総合値市場ではニコラ・ペペが一番強いという感じかな。で、まあ、じゃあ、ね、そのニコラ・ペペ一番その、試合に出してるかって言ったら意外と結構変えてるからね、ちょこちょこ。だから、まあ、出場数だとか得点力っていうのはちょっとさすがにフェルトルは塗り替えられないのかなと。で、41歳までやってるでしょ。で、今回ニコラ・ペペも結構最後の方まで起用していこうかなと思うんだよ、47歳なので。まあ、どこまで落ちてくるか。まあ、フェルトレが、40過ぎあたりぐらいからもう、80を切ったから、まあどの辺でね、80を切るようなタイミングになるのか、まあ本来であればその前に切るべきなんだけどね、まあ、そういうところ見たい人いないもんね。せっかくここまで強くなってるのに、その衰退していく選手の姿っていうのはね、やっぱ、見れたもんじゃないよなっていう。さあ、どうだ？どうだ？入ったんだ、今。入ってるように見えなかったけど、サールが決めた、サール。え、入ったか、今。ドン、ドン。あー、なるほど。20番。20番のディフェンスがクリアしたんだけど、ゴールに入ってからクリアみたいな感じになっちゃったのね。あはは。いる意味よ。まあキーパーがダイブしたから、それに合わせてこうなんていうの、避けた感じにしたんだけど、その避けたがゆえにゴールに入っちゃったっていう感じだな。いいよいいよ。3点。うわー、ニコーラーじゃない、ボナベンチューラー。うおー、いい。フェリックス、シュート。うわぁ。いやー、結構ね、やっぱ、ルイス・アルベルト、悪くはないけど、どうなんだろうね。微妙、わかんないね。どうかな。でも、別に悪くはないね、セカンドトップにさして。ただ、まあ、やっぱ、AMF 付近で使うのがいいと。ルイス・アルベルト。ルイス・アルベルト。どうなんだろうね、ルイス・アルベルト。別に足が速いわけじゃないから、なんとも言い難いね。うわー、いい。いやー、いかないんだ。シュートしないね、なかなか。いやー、自分からシュートしに行かないな、なかなか。そこやっぱり積極性がないとな、ちょっとフォワードには欠けるよな、フォワード。オフェンス値を上げないと。ニコラペペから、
ボナベンチュラ、やっぱりこの男ボナベンチュラうますぎる。こいつ結構上がってくるもんね。いやいいな、ボナベンはいいよ本当に。結構意外とお気に入り。ボナベンそんな育たないだろうなと思ったら結構ね予想を反した成長を成し遂げたんだよね。そうボナベン、ちょっともうそろそろねホールオブフェイムまだ登録されてないよね。だから入れたいんだけどね。今が多分全盛期な気がするんだよな今っていうか、まあもう少し先かもしんないけど。で、ここでドーグラスコスタコロナどうしようかな。右ウィングを入れていきたいんだよね。ただ微妙な感じだねこれは。まあドーグラス入れて、こうして、でコロナはコロナ L ウィング、あ一応できるはできる。コロナ入れていこう。コロナ入れてコロナをこんな感じにしといて、でラファシルバ、ラファシルバだよね。でキャプテンは誰かな。29歳。うわー、20、うわー、香川28歳。28歳はちょっとあれだな、やだな。29か、一番年がいってるので。じゃあまあドーグラスコスタだね。いやまあウィングを主に入れ替えた感じだね。でこれでまあワイドとかにしちゃったらいいんじゃないかな。あれ前方じゃない、今出てないの。ルイス・アルベルト・ウェルベック、よっしゃナイス、アルベルト、アルベルト、オーケー。うわー止められた。ボナベン、ボナベンめちゃくちゃ上がってきてんじゃんこいつ。こいつやべえな、めっちゃ攻めてくんじゃん。いややばいわ、そんな指示してないけどね。まあでも、まあディフェンスにしてくれたじゃないからね一つは。いや強すぎだしょ。あードグラスコストでよかったな今キッカーは。さあ速攻取りたいところだけど取れないから。おお取った、ナイスナイス、いけ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 、よし香川、香川、よし、いやいや惜しかった。さあここを入れ替えていこうかな。ここをね、入れ替えつったってキッカーだよ。ここ結構重要だからね。まあ香川にしてるんだけどそこをドーグラスにした方がいいかなっていう。あれ、あそうそうそう、ドーグラスにして、でショートもこうだね。で PK はウェルベック、 PK ないだろうけど、まあ、あと1分だから、もうこのワンプレイで終わるね。このワンプレイで終わるけどな、ここをしっかりやっとけば決まるよ点が。ドーグラスアシストになるか。いやー遠い、そりゃ遠い。ラファシルバ、これがラストプレーだ、ラストプレーだ。さあどうなる、サール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 、ウェルベック、ウェルベック、サールからウェルベック。はい、これで4点目。いやー、いいんじゃないですかね、出だし。
出だし、バルセロナと引き分け、そっから2試合目、これでね、4点を決めたと。そしたらもうこれはもうほぼほぼ1位に躍り出るのではないでしょうかね。今多分5位ぐらいなんでね、まあまだ始まったばかりなんで何とも言えないけど、さあもう終わり。あ、4点じゃなかった、5点、5点も入れた。ちょっとなんかよくわかんないね、総合値ってなんかよくわかんないよね。だって400、総合値400のチームにさ、2-1 でギリギリ勝ったのに対してさ、これ総合値相手700だよ。700に 5-0 で、どういうことその差って。何フォーメーションが合わんやったのな。じゃあ。うわぁ、クリステンセン強え。クリステンセン強い。まあ今だな、今。1300万って。うわ、2位。あれ？ほらほらほら、ちょっと面白い展開になってきたよ。ね、ビーゴが強い。まあ、この段階ではまだ強いとか言えないんだけど、でもビーゴは、そんなね、有名じゃないし、で、バレンシアが強いのか。バレンシアが引き分け1回。で、アトレティコも負けてる。1回負けてる。レアル・マドリードも負けてる。おぉ、これはちょっと面白い試合になってきたね。で、セビージャ・ネルビオンが1負けの。ウエスカも1負け。おぉ、ほぉ、ほぉ、ほぉ。で、今回コテンパンにしたカーディーズ。ケディラ、え、なんて言うんだよ、カリズって聞いたことないな。で、エタフェはある。エタフェ9位、あの GETAFE、 エタフェって言うんだよね、これで。で、フエスカって言うんかな、これハスカ、わかんない。まあまあ正式名称ではないのかな。はい、来た。ルイス・アルベルト2アシストで、得点はニコラ・ペペが2に浮上と。まあ、まだまだわかんないんで、ここは次行きましょう。次行って、おー、これはイングランドとハンガリー。イングランドでしょ、これ。絶対イングランドでしょ。アレクサンダー・アーノルド欲しいね。ラッシュフォードも欲しい。ステアリングは持ってる。サンチョ、ケイン。まあその辺だよね。ハンガリー。これでハンガリー選ぶ人どういうことって感じ。でもさ、これでさ、星7とか星6がね、獲得できた覚えがない。今まで。一回も。お、トレーニングが終わったよと。リザルト、成長なし、成長なしでした。まさかの成長なし。あれ、ちょっと待って、ルイス・アルベルトは、ああ、中盤とそういう風にしてんのか。あ、でも今回入れたディフェンスの選手も育てんといかんな。オフェンスだよね、やっぱオフェンスだよね、まだ。スピードもあるけど。まあチーム全体的にね、やっぱ強くしていかないといけないっていうところもあるからね。お、スカウトができるようになりました。お、6th year anniversary カウントダウン。ん？でも6th year anniversary は多分あれだったと思うよ。そんなできなかったと思うよ。はい、じゃあね、今回は急遽スピンツアーやることになりました。ちょっとコントラクトにも行って、ここでスカウティングリスト、プレイヤーリスト、てかプレイヤーリストで今回契約更新しないといけない選手をチェックしなかった。アルマーニ。ジョアン・フェリックス。ニコラ・ペペ。
嘘でしょ。うわー、ニコラ・ペペ今年限りで引退だって。うわー、これまさかだったな。いや、もうこれね、強制引退になるんだよ、これ。うわ、35か。まさかこんななるとは思ってなかった。だって総合値がさ、あまりにも強いから、まだまだいけるだろうとか思ってたんだよね、勝手に。うわー、もう休ませてくださいって言ってるらしい。うわー、マジか。ちょっと右ウィングがな、弱いな、脆弱になるわ。言うてコロナがまあ期待の星とは言えないもんな。うわー、ちょっとこれショックだわ。ショックすぎる。いやー、ちょっとびっくりだわ、これは。で、クラシックマスターズ。ああ、そう、人事。そう。先にこっちをやっちゃおうかな。ああ、これ100コイン必要なのか。うわー。星5は確定で、うち星6も確定と。これはできない。できない。はい、これはできます。1個できる。できない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 のが多すぎる。で、じゃあもうこれ、ヨーロピアン。あ、そうだ。ちょっとね。はい。うわー、星3。うわ、何っつうの。誰だよ、ドゥカって。ちょっとスカウティングリスト整理。っていうほども選手いないよね。うわ、289。もう少しでマックスじゃん。危ない危ない。ちょっと、いらない選手は排除していきます。星4はいられません。星4はいりません。これはコントラクトじゃない、セルプレイヤー。売却します。315万。ドゥダか。ドゥカじゃなくてドゥダ。で、もう一人。これもね、前回。こんな選手獲得したっけ？なんか覚えすらないっていうね。259万。売ります。売ります。じゃあ、スペインツアーをね、やっていきましょう。イングランドです、対戦相手は。はい、go to match。前回は体力の、スタミナアイテムキットがね、お、547。スタミナアイテムキットが5キットもらえたんだよね。結構だから、まあ、アイテムが非常によくもらってるって言った感じで。で、これは、基本もうね、あんまり出さない選手を使っていった方がいいんだよね。まあ、あとはこういう不調な人を出していく。で、そういう感じでいいと思うんだよね。で、ドラクスラー。これはね、多分成長にはあんまり関係なかったと思うけどね。まあ、どうなんでしょうね。これはどうでしょうか。さあ、どうでしょうか。で、ドーグラス、コロナ、入れちゃおう。こんな感じでいいのかな。ルーカス・レイバーも入れる感じだね。ルーカス・レイバーとボナベンチュラー。で、こっちはもう体力がない人たちだから、こっちに、そうだね。さあ、これでやっていきましょう。で、冨安をキャプテンにして、あ、いや、違う。ドラクスラーキャプテンにして、で、こんな感じでやっていけばいいのかな。
ここもこういう感じで入れ替えて、でセットプレイヤーをね、これはもうセットプレイもうパレデスになるな全部。あー、ドグラスがおった、ドグラスがおったね、よかったよかった。でバーディー、 OK。 じゃあこれでね、対戦していきましょう。スタミナはねやっぱ反映されてなかったよね。でもコンディションだけは反映されてた。だから都合がいいよね、これ。体力が回復できて、コンディションが、コンディション上げて次の試合に臨めるってことで、これね、もう本当にね、やった方がいい。やらないと損っていう感じの、まあ、イベントなんだけど。だってさ、リーグ戦で、体力奪われるじゃん。で、体力奪われて、でなおかつ負ければコンディションも下がるっていう時に、ね、弱いチームとこうやってこのイベント、弱いチームでしかもアイテムをね獲得できるというイベントで、まあ普通に例えば勝ったとする、そしたらチームの全体のコンディションは上がる、でスタミナも回復して、次のねそのインターナショナルリーグ戦にね臨めると。こんな得なことはないよ。え、多分そうだよね。いやもうほんと都合のいい話なんだけど、そういうことができちゃうんだよこれは。あ、まあ言ったらこれはもうね神イベントだよ、神イベント。これを利用しない理由がわからないっていうぐらい。さあ、パレデス。フェリペ・アンデルソン、懐かしい。邪魔だ。時は変えないか。うわー。いいクロスだった、いいクロスだった。ナイスクロスだった。いや、うわ、無回転な。無回転ボールはちょっときついだろ。無回転ボールクロスはきついだろ。さすがにきついでしょう。ロマニオリ。デラックスラ。バーディ。ドグラス・コスタ。ドラックスラ。うわー、ドラックスラ。いつもだったらってか、普通にだったら決めてたんです。うわー。さあ、まったあのファイル、コロナ、いいね、コロナ。ラファエルからバーディー。うわぁ、ちょっとね、なんか微妙だね。これになおかつ、選手も成長できたら、ほんといいよね。成長は多分しないんだろうな。どうなんだろう。経験値、エクスペリエンス上がるのかな。エクスペリエンス、もうね、あの上がるようなあれになったらもうほんと神イベントだよね。体力回復、スタミナ回復できて、コンディションも上げられて、経験値も増えるとか言ったらもう最強すぎるな。はーい、ナイス。やっぱバーディー安定してきたね。うん、まあ今日は不調だったんだけど、まあそれでもね、こうやって決めてくるというところでね、まあ普通にまあ安定のニコラ・ペペほどではないけど、てかニコラ・ペペやばいわ、引退するまで安定し続けてるわ本当に。いやでもちょっとショックだったね。今シーズン限りで強制引退というか、まあもしくはもう今のうちに売却しておくかとか、そういうパターンになると思う。でも売却は絶対しない。だって今でも全然使えるもん。うん、今98だけど、それでもやっぱ一番今強い選手ではないか。一番総合値的に強いのはパルです。その次がもうニコラ・ペペ35歳だからな。
35歳とかもうおかしいだろう、もう。35歳で98はチート級だよ。でもね、上には上がいてさ、まずいぞ。おお、おい、冨安。絶対冨安だろ、これ。ハリー・ケーン。何してんだ、冨安。マジで。冨安のプレーがマジでいいのかな。で、まあ、話戻すとね、スーパースター X とかのさ、ちょっとこう、選手を見てみたの。したらね、やっぱね、えげつないほど強いんだよね。もうあの、チームメンバー全員が110超え、総合値。えぐいよね。そいつらがさ、じゃあさ、引退直後の例えば数値、おそらくね、100以下、100を下回らないで引退すると思う。はい、ナイス、うまい。今のうまかったな、アーリークロスとか。いやさ、衰退していっても100を下回らないとエグいよ、ね、強すぎでしょ。まあいつかね、いつかってか、まあこのね、動画もね、そういう選手を、輩出というか、まあそういう選手をね作り上げれるような、そんなねチームにねしていきたいなと。もう全員、例えば11チーム全員レジェンド埋めとかね。まあ一応このアカウントは、まあ無課金じゃないって言ったら嘘になってしまうんですけど、じゃあそんなに課金してるのかって言ったら5000円も多分してないと思うんですよね。まあせいぜいしていたとしても2000円ぐらいでも、その下のは覚えてない。まあ多分したと思うんだけど、まあでも2000円以下、3000円以下ぐらいだと思うんだよね。だからまあ、美課金ちゃ美課金。だけどまあ、まあね、でも、それでもね、まあ、無課金からしたらまあ、課金してんじゃないかって感じかもしんないけど、まあまあ、でも、課金 してない方だと思うんだけどね。なんかちょっとあれだな。なんかちょっと微妙だね。カウンター狙っていった方がいい。カウンター狙っていった方が良さそうかな。いいよ。ドラクスラー。いやー。ドラクスラー。あーに、フェリペ・アンデルソンだな。フェリペ・アンデルソンと、こうかな。ルーカス・レイバー。で、こうかな。こうだね。で、ドラクスラーと、ウェルベックか、ルイス・アルベルトか、ラファ・シルバーか。ラファ・シルバー入れてってもいいけど、ウェルベックでいいかな。ウェルベックにしよう。ウェルベックにしよう。ウェルベックにして、で、冨安をキャプテンにして、で、途中でラファシルバかルイス・アルベルトを入れることはないか。ラファシルバ、ラファシルバだろうね。ラファシルバを左で使うか。あー、まあでもサイドバックもあるな。まあそんな感じだね。さあ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 、こっからね。また入れていきたいんだけどね。ちょっとカウンターで、カウンターでロングパスとかしようかな。で、サイドワイド。おっ、あぶねー。いや、クリアミスしてんじゃん、ラファエル。いやいやいや、ラファエル。頭で行けよ、頭で。ラファエル。そんな格好つけなくていいから。さあ、ワイドに、ワイドに。いや、取って取って取って。
よっしゃよっしゃ、いいぞ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 、ドーグラス、いやー、ドーグラス流すなよ、スピードが遅い、うーわー、スピードカルも弱い。いや、レイバ、レイバいいよ、レイバいいね、レイバいいね、レイバいいね、バーディー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 、レイバがいいぞ、レイバ、いや、レイバ、いや、レイバ、ルーカス・レイバ、いいね、めっちゃ調子良かったじゃん。こいつ使ったらもう早々早々それだもんな。ルーカス・レイバーもちょっとやばい、期待の星だね。これこの選手はね、万世だからね、30以降が全盛期なんだよね。あ、まあこれまあ今28ぐらいだからね、もうほんと今ぐんぐん成長してきてる選手なんだよね。あ、ちょっと高齢者になりつつあるな、うちのチーム。そろそろ18歳とか若い選手を入れていかないと、今後2、3年後がね、ちょっと、もしかすると、もしかするとっていうか、もしね、そのまま若い選手を入れずにやると、総入れ替えみたいな感じになると思うんだけど、そうなると別に、それはそれでいいんだけど、チームワークがね、極端にね、悪くなるんだよね。そうなると、うわー、ラファエル、うわー、外すか、それ外しちゃいかんな、いや、外しちゃったよ。まあ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 、うん、でもね、勝ち続けてるとでも結構ギリギリの戦いだよね。3対1なんかね、しっくりこないね。はい、コングラチュレーション、ありがとう。はい、で、アイテムじゃない、選手か、選手がもらえるの、星6か7、いや、星5か、うお、19歳、おお、いいね、これはいいんじゃない。 AMF、誰これ、ベーカリーベーカリー違うな、バークレイだろうね、バークレイ、ベイクレイかバークレイ、ちょっとわかんないけど。はい、続いてルーレットです。本日メインのルーレットは1。おお !1! 全然進まない。やばいぞ。サンペスコイン。全然進まんじゃん。ちょっと待って、これ。これ最後、これ有効期限っていつまでなんだ?いや、それが気になるな。マジでやばいね、これ。まあ、アイテムだけ補充しておいて。いや、すごいわ、これ。これは?あ、トレーナーチケットじゃん。お!ゴールドトレーナーチケット、そして、1500万。もらい。いいね。じゃあね、本日は、この辺で終わりたいと思います。それでは、次回の動画で、お会いしましょう。